皆さんこんばんは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、自分の魂がやりたいこと見つける方法ということでお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくとですね、やりたいことが見つからない、そんな人ってたくさんいらっしゃるんですが、そういうやりたいことを見つける突破口を見つけることができますので、そういうことに興味があればですね、最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、僕もですね、こうやってスピリチュアルカウンセリング、いろんな方をさせていただいているとですね、本当に自分のやりたいことが全く見つからないんです、全くわからないんですっていう方って結構いらっしゃるんですよね。で、皆さんはどうですかね。もう自分のやりたいことはっきり決まってる人っていうのはすごくはっきりしてますけど、でも多くの方は何なんだろう、自分は何をしたいんだろうって言ってわからないっていう方ってやっぱりいらっしゃるんですよね。で、こういう人っていうのは大人だけがね、そういう風になってしまってるっていうのではなくって、ね、僕らの子供の頃っていうのは僕なんか、もう中学の時とか高校の時、こんなことやりたい、あんなことやりたいってすごく思ってた子ですけども、まあ今の若い10代、20代の子とお話ししててもですね、いや、やりたいことが見つからなくて、よくわからないんです。だからちょっとこう高校大学行って見つかるといいんですけど、って言ってるような人も結構多いわけなんですね。はい。ですからですね、やりたいことを見つけていただきたいなと思うわけなんです。それはなぜかっていうと、やりたいことっていうのはどういうものかっていうとですね、やっぱりやりたいことを見つけて、そっちに動いていたり、こっちに行ってみようとかって思うことでですね、やっぱ心の中がワクワクしたりするわけですよ。ね、そうすると、あ、なんか楽しいなってやってる時に楽しいなとか、考えてるだけでも楽しいなと思ったりですね。あとそういう風になってると、自分の中からいいエネルギーが生まれてくるわけなんですね。そうすると、こう自分のエネルギー自体も楽しくなってくるし、そしてそのエネルギーをこう受けたり浴びてるですね、周りの人とか環境とかもどん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 良くなって、周りの人にもやっぱりそういうエネルギーって派生するので、世の中知らないけど、アキラ君といったら楽しいっていうようなことになったりするわけなんです。ね。だから、こうやりたいことを持ってる、動いてる、見つけてるっていうことはすごく大切なんですが、反対にですね、これが見つからないでどうしようとかですね、もう多くの本でとかでですね、やりたいこと見つけないとダメだよとかって言われるから、私頑張って見つからないと、でもわかんない、どうしたらいいのってなっちゃうとですね、変に肩に力が入ったりして、どん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 悪いエネルギーが生まれてきちゃってですね、来るわけなんです。はい。そうするともうどんどん自分の中で楽しいという気持ちがもうなくなってきてですね、もっと、やりたいことが分からなくなるっていうようなことになってしまったりするわけなんですね。はい。ということでですね、今日は自分の魂がやりたいこと見つける方法ということで、3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目はですね、まず最初にやってほしいのが、自分の中の誤解を正すってことです。これね、結構あるわけなんですね。なんかやりたいことっていうのは、最近ね、やりたいことしてワクワクしましょうとか、そういうようなことが多くなってきてます。それは素晴らしいことなんですけども、そういうもので、私はこれで成功しましたとか、こういうふうになったら、こうなりましたとかっていう話を聞いてると、なんか、すごくみんながですね、誤解してしまってることがあるんです。で、皆さんは例えば、やりたいことって考えると、どんなこと、そのやりたいこと自体じゃなくて、やりたいこと自体がどんなものなのっていうのを考えたことありますか？例えばね、自分の中の、そのやりたいことっていうものに対する考え方が大きく違ってる人っているわけなんです。で、ここがずれてくるとですね、どん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 そのやりたいことを見つけるっていうことが、今度難しくなってしまうということがあるわけなんですね。例えばまあどういうことかっていうと、なんか、やりたいことやるってなったらさ、すごいことやらないといけないと思いません？ね、例えば、SNS を頑張ろうと思います。ね、そしたらもう周りを見てたらさ、なんかお母さんとか、フォロワー5、6000人いるのとか言って、すごいじゃんとか、いう風になっちゃうと、私それちょっと無理、難しいじゃん。そこまでってなっちゃうわけ。でもね、そんな別に6000人とかいらないわけですよ。まあもちろんね、それを商売にしようとかってなってたらそのぐらいあった方がいいですけど、SNS するっていうのは、例えばね、好きなことをこうあげたり、好きな食べ物を食べになって、写真を撮ってあげるとかいうようなことをやりたい。ここがやりたいこと、ワクワクすること。まあ、それだったら別に、一人でもいいわけですし、一人でもいいねっていう人がつけてくれたらいいわけですし、反対に言うとゼロでもいいわけよ。ね。その、私はこれをやりたいからやってんだから、それにいいにしなくてもいいわよ、みたいな、ぐらいでいいわけなんですね。そういうことを皆さん結構誤解してて、こう、たくさんの人に、
認めてもらったり、大きいことをしてやらないといけないと思ったりするわけなんですね。だから、こう、小さいことでもいいわけなんです。ね。例えば僕の場合だと、最近なんか気になるのがやっぱ掃除なんですよね。で、こう、僕の家がですね、フローリング、床張りでちょっと茶色っぽい床なので、今花粉症なのか、ホコリがすごく目立つんです。朝の日差しとかが入ったりすると、わーみたいな感じで、ちゃんと綺麗にしたいって言って、こう綺麗にするとですね、掃除機かけると、すごく気持ちよくなるわけです。これでもいいんです。だって気持ちいいからやるんだもん。ね、これやりたいと思うから、ホコリが溜まってる、綺麗にしたいと思うからやる。こういうやりたいことでいいわけです。だから小さいことでもいいわけなの。こういうことを皆さんに見つけてほしいですよね。で、このやりたいことっていうのは結局、よく考えると、小さいかもしれないけど、やってることも自分が気持ちいいわけですよ。そういうことを実感する。ああ、私掃除してて気持ちいい。今日も綺麗になった。また次の日も、よしやろうみたいなね。それでいいわけなんですね。で、もう一個皆さんが間違いがちなのは、一つでなくていいんです。なんかこうやりたいことって言うと極めないといけないとか、先生になるぐらいやらないといけないとかね、思いがちでしょ、そういうふうに言う。そういうふうになるとすごくこう壁が高く、もう超える壁が高くてすごく私できないってそこで思っちゃいますけども、小さく、いっぱいでもいいわけなんです。僕らさっきの掃除みたいなのとか、僕アンパン好きだからアンパン食べようとかね、それで幸せって感じる。それでもいいわけです。やりたいことなんです、これが。ね。そういうものをたくさん持ってもいいっていうのも皆さん一つじゃないんです。たくさん持っていいわけなんです。で、もう一個は、結果を求めすぎないってことですね。今みたいにね。やっぱすごく大きいことしないといけない。大きい結果を出さないといけない。すごく、それを長けてる人にならないといけないとか、そんなことじゃないです。やりたいことっていうのは、ほんと自分が喜んでる。自分が心地いい。私で、まあ、いい感じやんって。思える、そういうものを持つってことなんですね。はい。ぜひ、この自分の中の誤解をですね、一回取り、省いてですね、もう一度考え直していただきたいと思います。そして二つ目は、とにかく行動してみるっていうことです。これはね、やりたいことっていうのは、意外とね、皆さん、私ないんですって言ったりするけど、頭の中でちっちゃくですね、あ、これ面白そうとか、テレビ見ててもこれ面白そうとか、これやってみたいなとか、あ、これ子供の頃からやってみたかったんやなとかっていう思いというのはたくさん出てきてるんです。で、あ、これいつかやりたいなって、これも、だめだよね。僕の相談に来る人もよく言うけど、これね、ちょっと、いつかやろうと思ってる。仕事が落ち着いたらやろうと思ってる。仕事、定年になったらって、あんたどんどん伸びてるかなっていうような人って結構いるわけです。そういうふうにですね、なんか、頭の中で考えると何も始まらないし、何も答えが出ないんです。だから、あ、これちょっとやってみたいなと思ったら、とにかくやってみることです。ね、習いに行ってでもいいですし、体験をしてみるでもいいですし、自分でとにかくやってみるでもいいわけなんです。そうすることをやってるとですね、あ、これは、これなような気がする。ここ、なんかこれの、なんかもっともっとこう、違うバージョン、自分バージョンできんかなみたいな感じが見えてくると最高ですよね。やっぱり行動することで、頭の中で考えて、どこにも行きようもないものが、はっきり、これは自分には違う。これが、こっちだっていうのが分かるわけです。はい。ですから、やっぱり行動してみるっていうことがすごく大切なわけなんですね。はい。そして三つ目は感動するっていうことです。皆さんもね、考えてみてください。こう今ね、すごく野球とかで、ね、WBC とかで感動することもたくさんありますし、映画見てても感動することってあるじゃないですか。そういう感動してる時ってね、高ましいがうわーっと高ぶってるわけです。そういう時って、いや、自分も頑張ろう。いや、自分もなんかやりたい。とかと思いません。あれが必要なわけです。あの時のその気持ちが、やりたいことを見つけるっていう時につながるわけなんですね。はい。ですから、もし、やりたいことがね、見つからないっていう人は、どっちかっていうと、この魂の高ぶるっていうものが、ちょっとこう、緩くなってて、ね、小さくなってて感じない、なんかやろうっていう気になれない、そういう状態の方が多いと思うんですね。ですから、それなら自分で持っていったらいいんです。テレビを見てる、映画を見て、何かをやってですね、感動する、感動してる人を見て、こう自分も感動する。何でもいいんです。応援、野球を応援して感動する。何でもいいんです。でもその感動した時に、ちょっと考えてみてください。ああ、もう、自分もなんかこういう感動する。なんか熱くいきたい。と思った時に何をしたいか。っていうものが出てきた時にですね、行動してみてください。ということなんですね。はい。この流れを作ってくると、どんどん良くなってくるということです。はい。この感動するということはですね、その時、魂の声を聞くっていうことにもなるので、皆さんの中から出てくる答えを探していただきたいと思います。まあ、こういうふうにですね、
やりたいと思うことっていうのは本当にね、魂からの声を聞くっていうことなんです。魂は知ってますからね、僕たちが何をするべきなのか。ですから、これの声に従って見つけていくと、自分もどんどん楽しめたりする人生に変わっていきますので、ぜひ皆さんにやってみていただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてですね、こちら、じゃーん、直感ミラクル。これは僕の2冊目の本なんですけども、自分の魂とつながって、そこからのメッセージ、直感に従って動いていると人生大きく変わってきます。ミラクルが起こりますよっていう本なんです。これは誰もができる4つの方法というものでですね、やっていくといいよということを書いてあるんですが、この中にはですね、今お話しした魂とつながる、魂の声を聞くっていうこともすごく勉強になることが書かれていますので、そういうことに興味がある方はぜひ直感ミラクル読んでいただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラーブ届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。